はい、うん、だからまあ推薦人の名簿やなんかもあれ作るの大変なんですよ、うん、なんか長尾がなんで高橋早苗のあれに入ってないんだってなんかあの残念メールと怒りのメールと入ってきて、あれはもうね派閥を横断でねあのバランス取ってやるんで、もう私なんかは推薦人にあのなるならないは全然関係ないで、うん、あの選ぶ際にあの調整弁で使ってくださいっつって、だから調整弁でいいですよっていうあの人間はあの総統書記の頃からあの高市応援入ってるけど推薦人の名簿に入ってない議員はいっぱいいますよ、うん、